デビュー25年目を迎えた俳優松本まりかさん39歳が公開中の主演映画湖の女たちで得た気づきを語っています。ダブル主演を務めた福士蒼汰さんとのインモラルな性的関係も作品の大きなポイントですが、松本さん自身はこれまで性について無意識に解放させてはいけないものという思いが強く、自分で抑圧してしまう感覚があったそう。しかし作品を通して逆に性を解放してあげることによって生きている実感を得ることがあると学んだといいます。これまで無意識に抑圧してきた性への本音について松本さんは、これからは嫌うのではなく自分の本能みたいなものを認めてあげることによって世界が変わることもあるのかなと語り、自身の心境が変化しつつあると明かしています。はあ、金子さん性の解放ということですけども、まあ、39歳っていうのがまたね、ちょっとそうですよねって思いますね。ここら辺からちょっとやっぱりどうですか、邦子さん。なんかやっぱ39からだんだんと女性の方がそういう性に対して、うん、そうですね、やっぱり27、28ぐらいでもう一回もがいたり挫折するじゃないですか、うん、あれちょっと違ったなって。で30になるとちょっと一回楽になって、39からあれあれすごくなってきたなっていう、でやがてこういうお召し物家から、これ何を解放したんですか、これ何を解放したのか分かんないですけどね、やがてねここに到達できるんでしょうね。でも一般的にね、健太さん、はいはい、まあこれねもうあえて言いますけど、はい、一般的に女性は年を重ねて、はい、まあ、40ぐらいからぐんぐん性欲がみたいな、はいはい、で一方男性は、はい、まあね、はい、逆みたいなのを聞きますよね、はい、聞きますし、ちょっとだからまさしく僕があれなんか昔に比べるとなんかグッてくる瞬間が減ってきてるなっていうのがあって、どうですか福川さん、最近何でグッときますか。あ、でも本当に、はい、そういう意味では生きやすくなったなと思うのは、生きやすいって別にそういう意味じゃないですか。やだやだやだ、もうダメだ、もう何話してもダメだこれは。いわゆるその振り回されることはなくなったということです。そう、なるほど、どちらかというと私治療なんで生きにくくなってるんです。そこはいい、そこはいいですか、そこはいい、どちらかというと焼けにならない、焼けにならない、ちょっと MC を掘り投げないで、本当にそういう意味ではそういう性の快楽じゃないところに快楽を見つけられたなと。確かになんか変なフェチが出てきてしまって、なんかその前はもっとその直接的にその女性のヌードとかにすぐこうなんか興奮したんですけど、なんか最近なんかやっぱりそのなんですかね、ハプニング的なエロの方がやっぱり興奮してしまうっていう。この前もなんか別の番組の収録の時にその AD さんがちょっとこう胸元の緩い T シャツ着てたもんで、なんかちょっと前髪になった瞬間にあっあっってなってしまいまして、中学生みたいな感じ。あ、どっちかといえば、あ、中学生ですか。戻ってきて、あなた何も加工してないですよ。いや、というよりもそれは何かその文章表現の快楽だったり音楽的に快楽だったり、そういうものに出会うことって、なるほど、例えが間違って、いや、多分おそらくあなたはもう何言ってもダメです。全然驚いてない。自分じゃいや、解放したらあんまり解放してもつまんないんじゃないかしらね。ちょっと我慢してどうなるのかなっていうところに何かこうワクワク感があって、何でもありってなっちゃうのは大好きな人とだけにしといた方がいいような気がしますけどね。背徳感の抑圧があるからこうね、培養されるというか。そうですね。なんだ、また一人変な人がどんどん変になってて、なんだこれ、みんなどんどん なんか思い出してますね。そう、そう、なんだこれ、思い出してます、想像、いろいろ今妄想でいろいろと楽しみました、はい、大変失礼しました、お知らせです。